さて、今月始まった1人当たり4万円の定額減税。この機会にお得に買い物をしてほしいと、各店舗もさまざまな取り組みをしています。きっかり4万円のお得な商品を準備した店も。大村市内のこちらの店舗で3日間開催されるのは、定額減税スタートに合わせた緊急企画です。1人4万円という減税額に合わせ、テレビや炊飯器、ベビーカーなど通常は5、6万円する商品を4万円均一で販売するほか、財布の紐が緩むことを見越し、ステーキやうなぎなどちょっとリッチなメニューを揃えました。イオン九州では、九州内のイオン、イオンスタイル、マックスバリューなどおよそ220店舗で同様の取り組みを実施し、物価高で控えていた商品の購入を後押しする考えです。できる限りこの減税っていう形のこの4万円をいかに実用として使っていただけるかということで、幅広くできれば子育てから、本当に夫婦で暮らしている方たち、そういう方たちがやはり実感としてですね、減税になって4万円っていう形で、この商品が買えたということが実感できれば一番幸せかなというふうに思います。減税される期間や方法が複雑で、正直実感が湧かないという声も多い今回の定額減税。しかし、店には早速減税されたお金で買い物した人の姿もありました。普段は多分娘ちゃんしか買わないかなと思ったのところを、息子にも買って、喜ばせようかなと。これ何買ったんですか？プリキュアのおもちゃと息子の銃。大きいですよね、1人4万円っていうのは。今からちょっと夏で暑くなるので、もう夏の用品ですね、扇風機とかそういうのが、ちょっと見に今日は来たんですが。イオン九州では期間中はアプリ会員限定で医療品や子ども用品などの割引をするなど、定額減税をきっかけに消費マインドを刺激する取り組みも実施します。イオン九州の夏のビッグチャンスは金土日の3日間です。